上場をダブルトラブルというゲームを紹介したいと思います。まずプレイボタンを押します。これは別にいいんです。クリストフとアナのゲームに分かれていて、まず1番から紹介します。今日はクリストフを紹介します。クリストフだけ1番終わったら2番もやるよ。はい、はい、押します。レベル3で左右に移動することができます。こうやってもいいんだよね。ロープを集めれるだけ集めるといいんですけど、あ、これやだ。で、上ボタンでジャンプすることができます。オオカミいるんだよ。オオカミや落ちたりするとマシュマロに変身してしまうので、いつも子供たちが逃げていってしまいます。怖いよ。ママペットみたいにこうやって持つよって持つないよね。これ動画？ああ、これ動画？そうだ。動画やすかな。エルサを助けに行くという設定なんですけれども、こういう氷があったらステッキで引っ掛けて奥から逃げることができます。なあ。やってやってって言われてやるんですけど、マシュマロが出てくると2人とも逃げていってしまいます。やめてすなんかちょっとやばくて怖いんですけど、なんかそれでハルたちが隠れてしまうので、これでレベルクリアなんですが、ロープを20本中に何個集めたりすると雪の結晶の数がマックスまで出ます。で、次に進むと2番は穴が出てくるゲームになっています。はい、次2番です。穴スタート。穴の方は同じくレベルスキーで移動します。あ、ハルはこれ自分でできます。上下の移動も矢印付きで上下に移動できます。地面に降ります。下に上がります。穴の方はね、お花を集めるんですけれども、クロッカスの方を集めます。これびっくりクロッカス？これびっくりクロッカス？びっくりクロッカス。これびっくりクロッカスのお花でしょ、だってびっくりクロッカス。で、ここでオラフに、ベッシーでオラフになって、オオカミにオラフに変身して、オオカミから逃げることができます。はい、いいよ。はい、いいよ。ここからをオオカミさせます。オオカミをやっつけられることができるんだ。雪の後ろにもこのように隠れることができます。そしてオオカミがいなくなったらまた進んでいきます。いいよ。あのー
作業をして雪を落として狼を倒すことができます。スカルキーだけですね、スカルキーだけ雪を落とすことができます。ちょっとまた失敗したので上に上がります。これ間違ってね、狼に食べられてしまうとマシュマロに変身してしまうので気をつけてください。はい、またスペースキーを押してみます。手を揺らしてみてください。手を揺らすと石がこのように落ちて狼が目を回します。うーん、ああ、あぶね。で、狼にぶつかるとこのように大きなマシュマロに変身してしまいます。はい、雪落としてください。もう一回ヘロヘロヘロはい、引き落としてください。ヘロヘロヘロメガママの冷たかったぞーって感じで冷たかったさーわおいおい、誰が落としたんだろうって、おいっておいって。今なんかね、狼の気持ちになった会話してます。それで2が終わります。今度また3と4を紹介したいと思います。今日は最後までご視聴ありがとうございました。